丈夫。一旦隠れろ。引きつける。ナクト、こっちだ。急げ、次が来るぞ。ほら、来る。立て直せ。援護するよ。これを。旅の皇帝と日取りは了承した。ノクティス王子の出発を認める。ありがとうございます、陛下。旅の無事を祈る。下がってよい。はい。おっと。まあ、王子なんだろうけどさ。予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子。何？いろいろと言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑。ダメだな。こいつが外の厳しさか。仕方ないさ。さて、また押してくしかねえな。はあ、俺も喉渇いて死にそう。おい、起きろ。俺、働き。スカ、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。はい、せーの。本当ないわ。ないよな、ノクティス王子。調子に乗りすぎたな。だ、しょうがないでしょ。なんと幸先の悪い。裏でよ、頼む。なんだ。一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても変わんないでしょ。プロンプトは話してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。いい子に席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。あー、手痛い。おい、手抜くなよ。は
はいはいはい。電話は？やはり話中だ。っていうかさ、おかしくない？ハンマーヘッドもっと近いでしょ。さっきの地図の通りだが。すげえ近所だったよな。なあ、かなりね。世界地図で見りゃな。世界広いわ。実感できるな。この実感嫌でしょ。お前ら押してるか。押してるよ。押してる。待ってたよ。どれが王子？はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでジージが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘。ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。この辺りは初めてだよね。地図あげるからいろいろ見ておいで。よし、自由行動だ。あ、エボニーだ。ここにも売ってんだ。ヒグニス喜ぶな。あれ、ギルって何？いらっしゃいませ。ここら辺のことなら聞いてくれ。情報が欲しいんだな。倒してきてくれるのか。よろしく頼む。あんた勇気あるな。若いんだから肉食ってけ。油断するなよ。あ、ノクト、ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文なしか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。
あのじいさん。あれ？まだ整備中だよ。どうしたの？金がなくて困ってる。稼げる仕事はねえか？ん？なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代ですから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。期待されてんな。いいとこ見せようぜ、おじ。でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないから。じいじには内緒。これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。まずはこいつらだな。やるぞ、ノクト。ノクト、武器召喚できんだろ。敵に合わせて使え。しっかり敵を見極めて、もっと強い。はいはい、おい、手滑った。よし、次の地点へ向かおう。これ、何？電柱が折れているのか。一つや二つじゃなさそうだ。どうすりゃこうなるんだ。わからない。嵐か地震か。すぐそこのハンマーヘッドは何ともなってねえけどな。でっかい怪物が通ったんだったりして。大事の相手がそんなんじゃねえといいな。次はこいつらだね。ガンガン行こう。ノクト、気ぃつけろ。調子いいじゃねえか。当然。すまねえ。油断したらノクト。ブロックト！はいはい！やったね！あと一箇所！さっさと行くぞ。今回の旅ってさ、どういう予定だっけ？ハンマーヘッドで整備が終わったらガーディナと船場に向かう。ガーディナからは船だぜ。で、着いた先で王子の結婚式だな。
そっか。車の整備待ちしたらガーディナで船ね。こいつらで最後だ。気抜くなよ。調子いいじゃねえか。まあな。やったな。あ。よし、終わったな。あれ、電話。はい。シドニーだけど、胎児は順調？ああ、今終わった。よかった。悪いんだけどさ、ついでに人探しも頼めない？デイブってハンターが連絡取れなくなっちゃって、その辺の小屋にいるはずなんだよね。この辺の小屋。ああ、わかった。見てみる。シドニーから？なんだって？デイブってやつを探してくれって。行方不明なのか？え？すぐ近くの小屋にいるらしい。手紙？ノクト！こいつ！シャッター！大丈夫？助かったぜ。気をつけろ、来るぞ。容赦しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。おい、あっちにも小屋が見えるぜ。